今ニューヨークにいます。見えるかな。結構いいでしょう。じゃん。いやー、こんにちは。ごめん、ちょっとね、上風が強かったんで下に戻ってきました。今日ね、質問がありました。まあね、お盆休みということで、まあ、仕事に戻るっていう時に結構サザエさん病になっちゃうっていう質問なんですね。まあ、具体的に読みます と、連休明けにうまく切り替えができて仕事に取り組むにはどうすればいいでしょうか。連休に限らず仕事が休みの日は夕方になると気分が下がってくるサザエさん病です。よろしくお願いします。まず本当に質問いただいてどうもありがとうございます。と、僕自身もかなりひどいサザエさん病を抱えておりました。で、まあなんとかですね、今は本当にサザエさん病がほぼないぐらいで、逆に来ると面白くなるぐらい、まあそれもちょっと後で説明します。まずですね、サザエさん病っていうのは自分のメンタル、自分の心がどこにいるかっていうところに行って出てくる病気だと私は思っております。まあ例えばですね、人生っていうものがありまして、人生を過ごしていくには幸せに過ごしていくっていうやり方もあって、で、嫌な環境、もう恐怖とかを感じながら生きていくっていうこともできますよね。ね、幸せに生きてる時もあるし、すごい怖い恐怖を感じて嫌だなぁ、これ最低っていう環境で生きることもできると。で、私のポイントはですね、この幸せで生きるか、ね、これ例えばこの上のところに幸せな、ね、世界があって、ここで生きることもできる。で、この下の方にですね、本当に怖い世界がある。これ生きたくない、どん底の世界がある。私の考えで、これは事実だと思うんですけれども、この上の幸せな世界にそこで生きるっていうことが実際にできる。で、誰がそれをできるのかっていうと、あなた自身、自分自身がそれを決めて、で、練習をしていく、ここの幸せな場所に生きるっていう練習を続けていくと。で、そうするとここのバイブレーション、ここの幸せな波動の世界に、まあ、stay on the track。そこで生きていくことができると私は思っております。でですね、このサザエさん病っていうのは一体何かっていうと、ただ単に、もう本当にシンプルで言うと、この幸せなところではなくて、恐怖の場所だ。それだけだと思うんですね。それだけ。ね。例えば、あなたが道を歩いてて、なんかめっちゃくちゃ怖い、背がでっかい、入れ墨いっぱい入れてる外国人が、あなたと、バーンって道ですれ違って、バーンって肩があって、あなたがぶっ飛ばされたっていうことにしましょう。怖いよね。怖いよね。で、特にそのめっちゃでっかいさ、外国人がギラってあなたのところを見て、Hey, what the hell are you doing? みたいな感じで言われたらめっちゃ怖いじゃん。ね。でも、この幸せな環境で生きていきたい、幸せな気分、幸せなところで生きていきたいっていうことを自分で決断して決めて練習をしていくと、そのバーンってぶつかって、あ、怖いなってなった時に自分で、あ、今恐怖感じてるなっていうことを、なんていうのかな、気づくことができると思うんですね。で、私のポイントはですね、その、もし、あ、今、この世界にいるな、この下のどん底のところに、ちょっと恐怖が入ってきたなっていうところを気づいたら、自分を幸せな世界のところに、幸せな感情があるところに、持っていくことができるんですね。どうやって持っていくの？どうやって幸せになっていくの？それは簡単ですよね。ジョギング、運動すればいい。ね、歌を歌えばいい。誰かと悩みを話、ね、悩みを持っていることを誰かと話せばいい。瞑想すればいい。ヨガをやればいい。ね。ファーミングとかガーデングをやればいい。いっぱいありますよね、幸せになれる方法。え？まあね、お酒を飲むとか、麻薬をやるとか、そうやって幸せになろうとしている人もいっぱいいるんですけれども、
で、じゃあこのサザエさん病はただ単に今あなたがあることを考えると幸せじゃないところに落ちちゃったっていう、それだけなんですよ。それだけなんですよ。じゃあそれをやめて上のところに持ってくればいいじゃないですか、ね、でもね、たまにこの自分を幸せな場所に持っていこうと思ってもなかなか上がらない時あるんですよ ね。ジョギング行って瞑想やって筋トレやってお酒も飲んでないし誰かと話してもまだ悩みがある。まだその恐怖がある。どうしてもその恐怖がどこにも行かない。でね、ここでクリスのアドバイスは、これサザエさん病に対してね、仕事に対してのアドバイス、考えはこれなんですよ、ね、ひょっとしたら仕事自体がね、ここが幸せの連休の時に感じてる幸せだったらね、仕事自体がここの場所かもしれないんだよ。そのあなたがやってる仕事が幸せ、どうしてもそれやってて幸せになれないかもしれないんだよ。でひょっとしたらサザエさん病はそれをあなたにそれを教えようとしているかもしれない ね。人生40年大人になって社会人になって働いている時はね、40年間平日の起きている間の 80% は仕事をしているんですよ、ね、9時から夜11時までぐらいに働いているみんな、ね、みんなさ、起きている時間の 80% 仕事しているわけよ。で、その 80% 起きている時にやってることがこの波動じゃなくてこのとこのどん底のやりたくないところの波動だったら、それは習慣になっちゃうのね。で、それがハビットになっちゃうんですよ。それがノーマルになってるんですよ。で、僕が言いたいのはそこを仕事にするんじゃなくて、起きてる時間の 80% だよ、平日の。そりゃあみんなサザエさん病になるよ。そんなやりたくないことやってたら、そういう恐怖のね、怖いところでやりたくないことやってたら心配がいっぱいあってストレスも感じるところ、それ良くないよ。そういう仕事しなくていいんだよ。こういう上の場所で仕事もできるんだよ。本当に心からやりたいことをやっていってその道を生きていくと、サザエさん病はなくなるんだよ。逆に仕事やりたくなっちゃう病気になっちゃうんだよ。もう本当に周りの人から注意されるくらい仕事のことをいつも話してて、もう超楽しくて、もう日曜日の夜になると超最高、明日月曜日じゃん、超最高じゃんって本当になるの。いや、今週何できるかなって、今週もう一歩自分の夢に近づけるかなって、今週どうやってもっと改善していくんだろうって、そういうところに本当になるんだよね。で、そういう世界もあるわけよ。だからまずそのやっぱりそのスイッチを切り替える、サザエさん病を感じたくないって言うんだったら、ちょっと自分が本当にこの仕事をやりたいのか、ね、My teacher says, Do you light up? Do you light up when you think about your work?、ね、あなたはライトアップしますか?本当にワクワク感じますか?自分の仕事を考えると、ね、そういう僕は自分の仕事を考えると I light up! もう本当にハートがライトになって、もう軽くなるし、もうピカピカ光が出るみたいに、すごいエネルギーも感じてワクワク感も感じて、もうね、俺自分の仕事を愛してるんだよ。本当に I'm so grateful for my work. And that、そういう場所になんか行きたいんだったら、まずは自分のビジョンを見つけたらいいと思う。自分の purpose。本当にこのために俺は生まれてきた。みたいなのもマジ言えるんだよね。そのぐらいのものがあなたの人生にはあるんですよ。で、ビジョンクエストっていうのね、これを自分のその役割、自分のビジョンを見つけるのはビジョンクエストっていうので、ドラゴンクエストのクエストなんだよ。で、アドベンチャーなんだよ。で、これは戦士の道なんだよ。
で、どうやってそこに行くかっていうと、by developing your character。俺ね、すっごいチャラいんだけど、自分の筋を通して生きていくっていうところに、すごい大きいヒントがあると思います。Alright。じゃあね、ちょっと簡単に、いや、どうしても、ね、サザエさん病を感じて、今すぐ仕事を変えることはできないっていう一人ですね。アンソニー・ロビンズから教えてもらった恐怖を一瞬でなくす方法を紹介します。これ面白いの。ね、これも私使ってすごい効果が出てます。Alright、まずですね。Alright、恐怖に別の恐怖をぶつけるんです。いや、サザエさん病、明日仕事かっていう恐怖があったら、例えば、ね、これやばいぞ。俺は自分のビジョン、自分のパーパス、自分の心が本当に求めていることを見つけないと、俺永遠にサザエさん病感じるぜ。永遠にやりたくないことをやるぜ。これやばいやばい。行動を取るぜ。これはどうにかします。で、そうすると、その大きい恐怖の方がサザエさん病の恐怖より、大きいから、サザエさん病の恐怖がキューってちっちゃくなるんだよね。で、もっと大切なところにフォーカスを持っていけると思うの。例えば、じゃあどうしようか。どうやって自分のビジョン、my purpose を見つけていくのか。自分のビジョンを見つけるには、どういう情報が必要なのか。やってる人はどうやって見つけたのか。どうやったらそれが自分の中、手に入るんだ。ね。実際に今クリスが言ってることはクレイジーなのか。実際に海外とか日本の国内でも自分のビジョンを見つけてやっている人たちはいるのか。彼女たちはどういうことを言っているのか。ね。そういうところにフォーカスを持っていくといいかなって私は思いました。Alright. So I want to thank you so much for asking the question. 本当に質問をあのね、教えていただいてありがとうございます。心から感謝しております。で、私も実際に本当に深くあの考えることができてありがとうございました。 And if you have any questions、 もし質問がありましたらぜひあの公式 LINE @ クリスに送っていただければ幸いです。 So remember, please always follow your heart, and I will see you in the next video.